どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。えー、今回はドラマの回でございます。はい。えー、僕が見てたドラマを、えー、懐かしんでお話しするという回でございますね。まあ、気になった方は、えー、これをきっかけに見てくれたらちょっと嬉しいなと思いますが。えー、今回はサイコメトラエイジですね。 はい。もともと、これは原作は漫画で、えー、大変好きで、えー、過去にも語っております。漫画の回でね、サイコメトラエーで、これはドラマ、えー、1回、2回、スペシャルと、えー、3回にわたって放送されてますけれども、1997年の時に第1回目、えー、東京の松岡くんが主役で、えー、なってますね。で、島刑事女の刑事が、えー、とタッグを組むという感じなんですけれども、えー、1回目は大塚ねねはい。2回目は、 どっちもあの漫画とちょっとちょっと違うんだけどどっちかといえばまだ工藤静香よりは大塚寧々の方が良かったかなと個人的には思っておりますで原作の方がね圧倒的に面白いんですけれども、まあ、ドラマも面白かったなとであとそうですね妹がエイジの妹が役が違うんですよ 一回目の時が松本恵で、二回目が、えー、後藤里沙。で、スペシャルでまた変わるんですよ。酒井彩奈に変わっちゃうっていう、こう、こういうのね、すごい嫌で、そこは変えないでくれよっていう。できればそのね、同じ役者でずっと続けてほしいなっていうのがね、あるんですけど、まあね、その、俳優さんの状況だったりとか、そういうので、えー、まあ、いろいろね、理由があるんでしょうけども。 僕はちょっとねドラマの良くないとこかなと勝手に思っておりますであと原作とちょっと違うっていうところがねいい時もあれば結果的にはあんまり僕はうんって思っちゃうことの方が多いんですよはい小吉っていう英二の友達がいるんですねそれドラマで命が V6 のいのっちがやってたんですけれどもあのトールっていうもう一人の友達がいるんですよエイチと同じぐらい喧嘩強くてあのカリスマ性もあるやつがいるんですけどそのトールがドラマでいないんですねでその小吉っていうのはどっちかといえばちょっと不良っぽいんだけどあまり強くなくていざという時にあのおどおどしちゃうようなタイプの子なんですけどそれがいのっちなんだけどだからドラマの小吉が中身がトールみたいな。 そんな感じになってるんですよね。もうそこがすごいやで。<laughs> いや、正吉は正吉だろうと。通るは通るでいようよみたいなのがあるんですけど、まあそういうのもね、いろいろ、まあ、理由はあるんだろうなとは思いますが、そこがちょっと残念なところですね。で、あとですね、あの、ドラマの第一期の方は、ケースさんの方、僕を殺さないでっていうタイトルのやつがあるんですけど、これオリジナルストーリーなんですよ。はい。僕全然覚えてないんですけど、その当時のね、ことは。まあこれネットでね、見て、 あれなんですけど、原作に、ね、はないんですよ、これ。このお話は。で、このお話が、オリジナルストーリーにも関わらず、小学生の集団殺戮みたいなのが舞台というか背景にあるんで、あの、結番扱いされてます。だからもう、見ることができない。うん。ビデオで出てたんだけども、ないのかな廃盤になってるし、DVD でなってないはずなんですよ。で、さらに言うと、この時のメインゲストの伊藤、えー、高弘さんかなえっ、ー、と、ちびのりだの伊藤、 アツシだけの弟の俳優さんが、まあ、この時ま、子供なんですけども、12年後に、あの、他界してるんですね。まあ、そういうのもあって、なのか。はい。もう見ることができないという。そういう感じのお話になって、もう全然覚えてないんですけど。なかなかね、サイコメトライジドラマ、まあ、面白かったけど、まあ、元のネタが面白いからね。ま、ぜひ知らないなっていう人は、できれば検索、と思っております。そんな感じで、まあ、ドラマ、 になったからといって、ヘボかったとかいう感じではないですね。ドラマもドラマで面白かった。そんなお話です。よかったら見てみてください。ということで、虹の音声この辺で終わりたいと思います。さよなら。